古いね新聞記事を見たんだけど、これお父さんなんじゃないかっていうのが出てきたの。あ、本当だ、これお父さんでしょ。これがしね、ここにみんないるのはこの毛沢東の旗、これをやる台湾系のグループに壊されないためのね警備してるんです。それで一応ね、全部要所にいるんですよ。俺共産主義が嫌いだったから。だって共産党と戦ったらみんな僕なんかそうやん、実際戦ったんだもん。中華民国万歳！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 いや、あの頃だって反中国だって言われたもん。俺はこう五六振ったりするのがあんなのはナンセンスだと、あんなの振って何の意味があんのよみたいな、日本の社会でね、あんなこと。